こういう曲2500のドレッドノスなんかを遺言なしで紹介したんで。フィールドの方、おそらく、はい、アニメ史、遊戯王アニメ史上一番かっこいいフィールド魔法が摩天楼スカイスクレーパーだと思います。かっこいいよな。てかここにそうなんかフレームイングマンがあの上に立ってるところがすげえかっこいいよな。あーすげえこれデザインが良かった。ほんとかっこいい。っていうかこの融合軸プラスこのフィールド魔法軸でいくっていうのがこれかっこいいよな、うん、やっぱ俺 GX だよ結局一番好きな、うん、っていうかあのまあ、ゼアルはともかくとしてタイブディーズと今回のやつはフィールド魔法ないじゃん。ないだな、うん、アクションカードだからな。てかあのアクションステージが最初から設定されてるからフィールド魔法がないっていう、うん、それがなやっぱな。最初はグーじゃんけんほいはいこれほいじゃあ高校でいこうかな、はい、まあ、はいはいはい、どうぞ。え、僕ここって言ったよ。ここ、はい、先行、はい、メインフェイス、はい、終わりドロー。何時期かな、スタンバイメイン、はい、どうやんすか。いいですか。あ、はい、あ、はい、本当でした。またかよ、どんどん。まあじゃあテラフォー、はい、UA スタジアム、あ、はい、じゃあ発動まで分かりまーす、はい、はい、どうぞ。はい、じゃあ安定した召喚、はい、効果発動考えまーす、はい、はい、あれ俺これ何もできずに負けるんじゃねこれ。そのことはないよ。じゃあマイティースザッカー手を手に加えます。いいですか。はい、この本この1点は入れるのが手くんでこのカードが発動する相手はダメージステップ終了時魔法トラップモンスター効果が発動できない。そんで自由取ります。あ、はい、止まれ、どうぞ。じゃあ戻してね。マイティースザッカーとしようか。なんだろう、はい、効果発動500アップ、はい、バトル、はい、2800で攻撃。何デッキかな、分からんの。おい、ちょっと待って、俺それそいつ積むんだけど。強っ、積むんだけど、俺やばい。あ、エンドで。どれぞろ。スタンバイ、メインフェイス。タネド。はい、はい、ドロー。スタンバイメイン。はい。どうしようかな。何デッキか分からない以上な。まあ、攻めるしかないか。じゃあ、パンツした召喚。どうぞ。効果発動。あ、はい。うん、パーフェクトエース。どうぞ。はい。パーフェクトエース。めんどくせえな。はい、どうぞ。うん。うん、まあいいや、バトル1200で攻撃、攻撃力が1200、これ上がんねえ、うん、これ特殊召喚じゃないか、はい、じゃあベータ効果、はい、あ、はい、直接攻撃1000変死、破壊、破壊、あ、破壊、はい、2800だよ、2800、うん、なるほど、バトルで攻撃、はい、はい、で、手伏せで、どうしよう、エンドか、いや違うな、いや違うか、違うな、お戻して特殊召喚 OK エンドで、こいつ確かなんか手札1枚捨ててたっけ、はい、考えます。エンドフェイズ、エンドフェイス、はい、コスト対象考える、はい、
後ろこれ、うん、除外だよね。除外、裏側で。裏側除外、裏側除外見せなくてよかったのかよ、うん、裏側って言ったよ言うの遅いなぁ。とりあえず、はい、止めなくていいの、うん、これ多分効果発動でもいけるよな。ん多分これ効果の発動でもいけるよね、うん、いけるでしょ。ドロー、スタンバイ。はい、ミニフェイス、はい、発動どうしますいや、それは止める意味がないな。はい、どうぞ。効果発動。はい。除外。おお。いや、裏側で除外で。あ、はい。うん。再利用できない。もうこのテーマいいよな。10代のテーマかっこいいよね。うん。じゃあサイコパス、はい、800払う。終わり。はい、じゃあドロー。はい、さてどうしよっかな。結構あの布陣きついんですよね。これがサイフレーム最強の布陣。まあこっち分けて動かないししょうがないから適当に動いてみよう。召喚、はい、効果発動。じゃあモンスター効果向こう。はい、これは破壊だったっけ。はい、効果考えます。使う、いや効果、はい、すい、うん、よーね、よーね。エンドでドイツとスタマイミ、はい、バーソク2800。はい、強い。カードセット、ターンエンド、ドロー。ちょっとオメガ見ていいですか。あ、オメガはどこ。手札が除外、メインフェイスだ。メインフェイスか、きついなメインフェーズだったか。メインフェーズじゃなかった。対処法はまだあるんだけどな。このままだどうにも死ぬ。いやでもこの布陣無理だろ。死ぬ、死ぬか。この布陣無理だぜ。多分突破は無理だろ。羽暴起しかなくない。エンドしかないな。マジで。ここか。はい、除外、裏側でドローフェイス、スタンバイ、メインフェイス、スイ、はい、はい、ドロー、はい、あと一撃食らった、死ぬ、イエス。じゃあ、オーバーロードなんだぜ。同じカードと KO の熱戦、枯渇をでしょさあ、このカードをさっきから持ってたんだけど、うん、どう。そうだな、それやるんだったら、そうやな、伏せといてスタンバイかな。まあオーバーロードで除外される可能性あったけど、うん、スタンバイ打てんだから。え、今日メインフェーズになった時点で打てるだろう。いや違う、メインフェーズそちらに優先権あるから。ああ、そういうことね。そうそうそう。ああなるほどな、うん、で来ましたと。でどうせオーバーロードがありますよと相手には。本当にクソゲーだな。なんだこのクソゲーっぷりは。U.S. スタジアム発動。OK。召喚。ふむ。OK。お活動。うん。はい。おい。まあなあ、通じんわな。はい。まあ知ってたけど、うん、裏側知ってたけど。そう、ターンエンドっすね。ドローフェイスとスタンバイフェイス、はい、これと帰ってくるんですよね。 UA なったらスラッガー、マイティースラッガーだね、うん、はい、はい、メイフェイス、はい、
しようか。はい、バードベース。はい、どれ。はあ、負けましたね。いやー、この布陣は無理だわ。いや、ちょっとね、ゆえさん。何をしたの。はい、はい、そうや、妖精いたっけ。ん、アーカイブって妖精。妖精、相棒。相棒、相棒ユートだろ。いや、あの、モンスターの精霊いない。いないよな。もうその時点でもうユウヤはもう主人公じゃないということを示準しているとではないだろうか。え、あ、はい。どうぞ、どっち。え、高校だけ先行。え、君それ、ユウセイさんディスってんの。おい、悪いけどこれなんだこのテクだ。ミーの勝ちじゃないか。はい、ミーです。ちょっと、あ、はい、はい。なんかある。いや、ないですよ。爆発を。はい、終わり。はい、ドロー。無駄だ、もう貴様羽ぼうき以外にやることはない。カット。アクションカードってさ、あれ評価してる人いんのかな。うん、俺あれを面白いって言ってる人見たことないんだよ。まあ、子供もなんか微妙って言ってるけど、あの実況性とか見たら、うん、あ、ここであのアクションカードか、燃えたなみたいな。ないだろ、あった。嘘の、また奇跡かよとか言ってるやついたぞ。回避とか、なんかこう沢渡さんと最後取り合ったところで、あの、これが明暗を分けたんだとか書いてあったけどさ。マジでそんなんなの。発動、はい、けど、これが明暗を分けたっていうか、もう本当に、じゃあ沢渡さん勝ってたじゃんって思うじゃん、逆だった。そうそうそう、わかるわかる。なんか、あそこで拾わなかったら沢渡さん勝ってるな、みたいな。てか、実力じゃあ、ゆうや負けたんだ、みたいなこと思っちゃうのがダメだよね。そう、それ、それがあるじゃん。うん。なんか、デュエル以外のことでやってるってならない。召喚。こうか。効果発動。まあ、消えようぜ。まあ、いや、多分、サーチはされるんじゃない。だよね。されると思う。うん、されると思うぜ。うん、僕もされると思うよ。はい、結局ファンタジスタだよりだろ。はい、ファンタジスタ。マジファンタジスタ強い。はい、はい、アドが取られていくの。エンドでドロ。うん、考える。エンドフェイズ。はい、後ろ上回り。さあ、これが何だったのかな。ドロフェイズ。はい、スタンバイ。はい、メフェイズ。おい、はい、ドロー。はい、じゃあメインフェイス、はい、召喚。はい、フォーカスと8と。はい、止まっとこうぜ。これ、この時代、あれ、まさかバブルマン制限になるとは夢にも思ってなかったぞ。絶対。まあね。遊戯王 GX の時代。こないださ、あの、何友人と会ったのよ、遊戯王やめたやつと。はい。今、バブルマン、あれだぜ、純制限だったんだぜっていうこと言ったら、は？何が？何を思ったらあれっていう。まあ。じゃあ、どこしようか。効果発動、500アップ。さてと、問題はここだな。バトル、はい、攻撃受けるよ。受けるんかい。3000。3000。じゃあ効果発動、さっきと赤い。ターンエンド、ドロスタンバイメイン。効果発動、はい、これ除外。同じ声だよ。はい、はい、サイコパスだ。はい、800払ってこの2枚回収。こっちなこっちがモンスター効果向こう。モンスター効果向こうね。はい、終わり。はい、ドロー。何気にさ、なんか下級でビートされるの辛いんだよね。はい、オーバーロードじゃないと本当何もできない。召喚、効果発動、考える。はい、自由通。はい、
ムキムチエンってすごい。マイティースワッカー、無駄だ、オーバーロードの前にそいつは無力。そうですね。じゃあ出すのか、副長官ファンタジスタを手札に戻すことに意味があるので、うん、バトル、まあ、考える。はい、入った時、はい、ちょい裏側、はい、エンドでドロフェイズ、はい、スタンバイミー、はい、うるさいな。こかすぞ、はい、じゃあ後取られるの向かすからこっち。はい。ほら、サイコパス。組み攻めて。キャー！ああ、それはちょっと話が来るんじゃないの？後ろでよかったの？うん、関係ないから俺。4000な。もっと強いな。カードだよ。終わり。はい。ドロー。発動あんのかい。はい、おめえがなあ、召喚コカスを OK、 えっての頑張ったハンド何枚でしたっけ。いいじゃん、1枚か。そして召喚コカスド500アップ、クソ、はい、考える、はい、俺は食らったら死ぬ予感がするんだよ。はい、どうぞ。マジックカード出すと幽霊パートギブス、はい、攻撃力1000アップで4000、はい、バトル攻撃コカスド、はい、除外。まあそうですよね、はい、あ、いや、じゃあ違うわ、効果発動、はい、こっちでいいわ。あ、あったのかよ。それがないと思ってこっち動いたのに、それは普通に上位だったっけ。普通に上位、いや、じゃあ裏側、裏側か。で、こいつは帰ってくるんだよな、うん、次な、ちょっと見せてもらっていいですか。いいよ。いや、でもな、言うてもきついな。さあの神様きつかったな、エンドで。やつもないからな。アドベース。おかずと。オーケー。はい。終わり。ドロー。はい。さてと。召喚、おかずと。もう思うんですが、お前除外した方がいいよね、多分。やられたけど効果を発動するので、まあ、それでアルファ除外だったわ。はい、お前除外した方がいいよね。なんで俺は気づかなかったんでしょう。気づかれてしまったか。なんで俺気づかなかったんでしょう。気づかれてしまったか。よう考えたらそうじゃん。そいつ3枚除外したら多分何もできないだろ。起点を潰されてしまった。まあターンエンドなんですけれども、なんか引け、やべえ、これ本当にやばい。この財布でもメタルと見えたかのようなデモンみたいな。やばい、これ本当に何もやるんだね。デモチェクソ強い。ニューノーね、召喚、枯渇と考える。はい、枯渇と除外。それはできるの、デモチェ、あ、そうか、できるか。そう、それは関係ない、全く関係ない。で、そう、やばいな、これちょっと本当にやばい。けどこれ誰入れるかっていうと、もうファンタジスタさんが3枚やけど帰ってくるんだよ、どうせ。いや、帰ってこないですよ。いや、帰ってこないの、こいつだから。あ、そう、あ、そっちか。そう、くっすーんべー、まあ、どうしよう、どうやって倒そう。バグトエス。なんかな、ゆうやはなんかね、勝負してるんじゃないよね、うん、本当にな。なんかそこがやっぱなんか、ゆうやするんだよ。ゆうやはなんか、デュエルを楽しんでるって感じじゃないもんな。うん、そう、そう。あ、はい。こうか。はい。今やろう。終わり。はい。ドロー。はい。
残り400。あのハンド2枚、まあ動かなしゃあないな。3400。俺はエンタメするからお前もエンタメしろよっていうのは本当に押し付けなんだよね。召喚枯渇を、はい、教えて、出た。はい、インクシザー特殊召喚どうぞ。ややきついよ。フラッグシップディールが発動。はい、あ、これもしかしてあれ何ん、しばかれて死ぬタイプこれ。マイティーサッカー特殊召喚何歩2800、1500ダメージ、はい、で特殊召喚されたことによって攻撃力が500アップ、はい、はい、さて考えます。どうぞ。別にそこはない。特殊召喚、はい、え、違う、間違えた、ごめん。間違えた、ごめん。一緒じゃね、それ違う違う違う、間違えた。 OK、 じゃあバトル1500。これなんだっけ、確かモンスター効果が発動したらだっけ。宣言時効果発動、はい、じゃあ効果発動向こう考えます、はい、効果発動除外、はい、いや考え、うん、違うな、お前じゃない、お前だ、ほっといたらやばいな、お前裏側、はい、1500、1500、うん、はい、1800じゃん、うん、うん、上がらねえ。いや違う、さっき別のやつ職紹介の時に俺発動しちゃったから、あ、500アップしたけど、こいつ戻して発動したから、うん、まあ1500、うん、はい、受ける、はい、と、あと1500、はい、ちょっと待って、俺は今4400だっけ、うん、違う、3400、じゃあ3400だったの、うん、4000対3400だったはずだね。3400、2500だから2500ダメージね。ん、違うぞ、3000のダメージだぞ。デスガイドは500上がってるぞ。わぁ、なんかちょっと上がったのかい。はい、400、はい、はい、じゃあターンエンドだ、ファイナルターンかな。ドロフェイス、はい、ネイビス、はい、なんだ、来るのか、サイコフィールゾーンが来るのか。カーセット、はい、ターンエンド、ドロー、はい、スタンバイメイン、どうぞ。バトル、はい、1500で攻撃、効果発動、はい、除外、こっち、うん、1500で攻撃、負けました。チキシャー、勝った、フレームドライバーがね、勝った UA で勝てた。3戦目だ、行くぜ。はい、よっしゃ、なるほどね。ファンタジストがいなかったらいいんだな、わかった、はい、地位覚えた、高校、あ、はい、高校っすか、どうぞ、はい、うん、なるほど。このカードはミーの勝ちじゃないか。発動、はい、だから言うやわな、なんだろう、どうすればなんかあれかな、戻るのかな。戻るというか、魅力ある主人公になるんだろうか。もっとデュエル楽しいってすればいいんじゃない。うん、なんか楽しそう、デュエルじゃなくてもいいよなって思う、なんかたまたま流行ってるのがデュエルだから、デュエルだけで。そうそうそう、なんかデュエルじゃなくてもまあいいよねみたいな、発動、本当になんか同系士やってる方がいいんじゃねみたいな。じゃあ召喚、こう活動したいです、考えます、はい、死のうぜ、はい。これがモンスター効果向こう、はい、
てかそこにしか売ってへんな。うん、じゃあターンエンドス、ドロフェイス、はい、スタンフェミン、ハソ、はい、マッチュで800払ってサイコパス発動、はい、大丈夫、はい、さっと終わり、限界バトル終わり、はい、ドロ、はい、終わり、ドロフェイス、スタンフェミン、終わり、ふう、終わり、あれ終わり、急行戦術かな、終わり、ドロフェイス、メイフェイス、ごめんなさいねごめんなさいね、本当にごめんなさい、ニャンと、本当にごめんなさい、許してください、何でもしますから、ケツ出せや、おい、はい、ドロー、発動、すみません、ごめんなさい、まあ、おだんご、いや、この状況になったら多分無理じゃね、無理だと思います、無理だと思います、の羽がなぁ、うん、はい、手持ち3がいればなぁ、オメガ召喚時、はい、オーバーズボ、はい、除外、手札とこいつ除外、ほうほう、まあそいつ意味ねえわ、まあ発動、今単位単位値だったっけって確認したごめん ありましたか、ごめんなさい、ありましたか、これね、往々にして結構あるんだ、はい、5月号、はい、除外、はいはい、もうないよ魔法は、はい、エンドでドロフェイス、スタンバイフェイス、はい、スタンバイフェイス、帰っておいで、メインフェイス、バトルフェイス、エクシーズしないんですか、何をするんやはい、メイン2コーカースボーコーカースボー終わり、ドロじゃあもうエンドだな、ドフェイス、はい、そしてサレンダーだないやこれは無理だわ、ひどいっすね言えなやっぱな、一回は勝たないな、よし。